はい、皆さんこんにちは、指輪です。今日はですね、質問に昨日いただいたワンドライブとワンドライブフォービジネスの話をしていきたいと思います。この2つてか、まあワンドライブ系です。まあ、結構概念が難しかったりするので、そこをちょっと簡単に、できる限り簡単に説明していきたいと思います。はい、ワンドライブとワンドライブフォービジネスの話です。初めにしたいのは、個人用アカウント、マイクロソフトアカウントっていうものと、組織用アカウント、組織アカウント、それに M365 のライセンスが割り当たっているもの。まあ、こういう2種類のアカウントがありますというところですね。まずお話ししたいと思います。ブログの方にこの違いについてですね、詳しく書いてますので、そちらの方は概要の方に貼っておきたいと思います。でですね、まあ、それぞれ2種類のアカウントがあって、ですね、それぞれに紐づくワンドライブの領域があります。無料の個人アカウントにも無料のワンドライブ領域があります。で、この組織アカウントでライセンス割り当てたものもそれに紐づくワンドライブの領域があります。で、これ個人が使うものはワンドライブと呼ばれていると私は思います。でですね、この組織で作ったアカウントに有料のライセンスを割り当てたもの、それに紐づくワンドライブ領域はワンドライブフォービジネスって呼ばれてるように私は思います。少し自信がないですけど、多分そうです、はい、でもこっちもワンドライブって呼ぶこともある感じですね。でです、 Windows にはワンドライブの同期エンジンが搭載されてます。 Windows 10ですと初めから本当に入ってますという感じですね。で、それがこのワンドライブ領域と同期してエクスプローラーの表示するっていうことができます。実態はクラウド上にあるファイル、これが、まあ、本物と言います、正と言いますかね。こっちがメインなんですけど、それと同期してローカルにも保持して、ローカルを編集してもその変更がクラウドに伝わってクラウド上もアップデートされると、まあ、どちらもですね、クラウド上のファイルをアップデートしてもローカルにその変更が伝わってくるという感じで、複数の端末で同期したりとか、スマホからもデータにアクセスしたりとか、そういうことができるようになっています。で、これを同期しましたっていうことですね。同期するとこの領域がこうコピーされてエクスプローラー上が見えるようになりますってことです。はい、ここまでをまず理解いただきたいんですけど、この時ですね、よいしょ、ここですね、はい、この2つの大きな種類のアカウントがあって、領域があって、どれぞれ同期できます。で、これアカウントが2個あるので、クレデンシャルが別のものになります。2個のアカウントですね。なのでワンドライブ同期エンジンは、今のバージョンはクレデンシャル、認証情報を追加するっていうことができる仕様になっています。もう少し具体的に見ていきましょう。まずこちら、マイクロソフトアカウントがあって、マイクロソフトアカウントのワンドライブ領域、これがですね、こっちじゃない。こっちかな。これですね。はい。これはですね、私が持っている、普段使っているマイクロソフトアカウントです。個人のアカウント。まさひこ .ebis.magdebis.com っていう個人のアカウントです。これが個人のワンドライブの領域。で、その中にファイルがたくさん入ってますという感じになってます。個人だけど、マイクロソフト365って今言われますけどね。はい。これ個人のものですと。で、これで、この Windows 10をセットアップするときに、マイクロソフトアカウントで、この Windows 10に入るように構成してます。そうすると、OneDrive のこのクライアントの中には、このアカウントのとこですね、まさひこ .ebis.jbis.com っていう個人のアカウントが、もう追加されている状態になってます。で、これ、追加されているので、この設定によってこのアカウントと紐づいて、このファイル群がこれですね、このワンドライブっていうところに入ってきてます。これデスクトップドキュメンツ ACCJP、 デスクトップドキュメンツ ACCJP、 ピクチャーズピクチャーズっていう感じで、これは同じものなんですね。ここにあるファイルとここにあるファイルっていうのは同期されている状態になっています。これがまさにこの男の関係になってるんですね。はい。よいしょ。で、これアカウントが入ってくるためということになります。
これだから個人用のワンドライブ領域がここにあります。個人用の領域ですって感じだった。今この Windows 10にはこの組織アカウントのこっちの方の話は何も構成されていない状態になっています。ただですね、私はそっちを持ってます。まあ、たくさん持ってるんですけど、これがですね、まさひこ .abis.com っていうですね、名前のアカウントです。で、その中にワンドライブがあって、ワンドライブの領域があるんですね。で、これがいわゆるワンドライブ for ビジネスなんですね。今見せたのがこの領域だっていうことです。で、このワンドライブフォービジネスの領域は今同期してないんですけど、ですね、ワンドライブの設定、アカウントのところを見ると、アカウントを追加っていうことができます。これ追加してみましょう。ワンドライブを設定。で、メールアドレスを入力してくださいって言って、これ個人でも組織でもどっちでも入力できるようになってるんですね。で、組織アカウントのクレデンシャルを今入れているところですね。このアカウントの認証情報を今入れているところです。はい。これで通りました。まあ場所も変えようとも変えられるんですけど、はい。ここにありますよということで。オンデマンドでできるし、モバイルアプリでもできますと。ということですね。はい。フォルダを開くとやると、開きました。はい。この内容が今、ここに出てるわけですね。で、これは、ワンドライブの、これが、さっきまでのやつがですね、これ、パーソナルっていう風になるのがつきました。区別がつかなくなっちゃうので、つけてくれたんですね、勝手に。ワンドライブパーソナル。で、もう一個今できたのが、ワンドライブ HCCJP ってやつですね。これが、まあ、この組織の、このアカウントに紐づいてる、ワンドライブフォービジネスの、領域ですということになります。わかりますか？こう並べると、あの、パワーポイントの図と同じ構造になってるんですね。個人のワンアカウントがあり、それに紐づくワンドライブ領域があり、それを同期したローカルのワンドライブのパーソナルの領域で同期されているものがあり。で、こっちは組織アカウントがあって、ライセンスが割り当たってて、それに紐づいたワンドライブ4ビジネスの領域があって、でそれがローカルのエクスプローラー上でこう同期されていてます。ワンドライブの、これ組織名ですね。HCCJP っていう名前に今出るんです。コミュニティで私のサブスクリプションを使ってるので、はい。これになってますという感じですね。これが、今まさにこの状態に、これとこれ、これとこれっていうですね。この状態と同じにこれがなってますよということですね。で、実はですね、これ昔はこうやって追加、同じアカウントに追加ってできなかったんですけど、で、アカウント、まあ、同期するクライアントも個人用と組織用って別のクライアントで、色かな確か違ったんですよね。昔は。ですけど、今は統合、今それがされたという感じになっていて、アカウントを追加っていう操作が行えるというふうになっています。で、見てみると、ほとんど一緒ですよね。そう、一緒なんです。なんか技術一緒なので、見た目も一緒だし、入れる認証情報が違うだけという感じですね。で、この時に、こっち個人のアカウントだから、仕事のファイルがここにあっていいのかとかですね。こっち組織アカウントだから、ここに個人のファイルを置いていいのかみたいな。その、アカウントとして個人用アカウントです。アカウントとして組織用アカウントです。だからこっちは仕事で関するファイルがこの中にあって、こっちは個人用だから、個人で使ってるファイルがこっちにあって、で仕事のファイルがこっちにあるのはおかしい。個人のファイルがこっちにあるのはおかしいっていうのがまあ普通ですよね。なんですけど、それが本当におかしいのかどうかとかっていうのはまあそれは組織のルールみたいなところによるわけですね。
Windows Information Protection なんかを構成して、組織のファイルを個人の領域に置くっていうのは NG ですよというふうにですね、警告を出すっていうこともできますし、まあ普通に考えると、組織で作られた、例えば会社で作られたアカウント、その領域にプライベートなファイルを置いて何か好きに使うっていうのは良くないですよっていうこともありますよね。はい。なので、普通は個人と組織用でファイルの中身といいますかね、性質っていうところも変わってくるのが普通です。ただ、組織用アカウントっていう名前だけど、なんですかね、検証するからとかですね。あるいはマイクロソフト MVP なんかだとこれ、個人用に検証用とも含めてなんですね。1年間分とか、ただでもらえたりするんですよ。特典として。そうすると、これはプライベートで使う組織用アカウントの領域ですみたいな感じになるので、ここに個人的なファイルがいっぱい並んでるので、全然それはおかしな話ではないわけですね。あるいは、仕事の中で使うんだけれども、個人のマイクロソフトアカウントの方を使って、そこを業務でも使ってますという人も、まあ、もちろんいるでしょうし、それ自体が規約違反なわけでもないですし、はい。そこは、本当に組織の使い方の話なので、まあ、言葉が個人用アカウント、組織用アカウントなので、そこからして、なんていうか、こう、誤解しやすいところもありますし、まあ、むしろでもそこが意図するところっていうところもあるんですけど、いろいろとこう、このファイルはここに置いてあっていいのかみたいな話は、その人の使っている状況、置かれている状況にかなり依存しますので、一概に言えるものではないというところは、認識しといてもらうといいかなというふうに思います。呼び方として、個人用アカウント。呼び方として組織アカウント。で、そのワンドライブ領域はそれぞれあり。これが Windows にも同期できる。で、これが2つ共存もできるということになっているということですね。で、これで終わりではなくて、もう一個あるんですね、要素が。これシェアポイントオンラインのサイトのライブラリ。つまりそれは Teams のチームのファイルのタブの中にあるファイル、フォルダとかっていうことと同じなんですけど、Teams の裏ではシェアポイントオンラインがあります。で、このシェアポイントオンラインのサイトのライブラリっていうのは、同期できるんです、ローカルに。で、その同期するときの仕事をしてくれるのはこのワンドライブの同期エンジンなんです。実はシェアポイントオンラインとワンドライブって名前の呼び方違いますけど、ワンドライブ、個人用のワンドライブ、ワンドライブフォービジネス、シェアポイントオンラインのライブラリ、呼び方違うんですけど、裏はですね、完全に一緒だと私は思ってます。まあ、完全にセットで言うと語弊があるんですけど、見た目もちょっと違うんですけど、ただほとんど裏側にある、なんですかね、テクノロジーは一緒なんですね。ワンドライブって実はシェアポイントの個人用のサイトがあって、その中にライブラリがあるだけみたいな、そういう感じになってますし、技術的には全部一緒で、そのアカウント、まあ、料金体系とかですね、うん、呼び方が違う。アクセス権設定が違う。まあ、あと追加で容量を買うときの値段が違うみたいなことになってるんですけど、実は全部同じものであると。だから同じ同期エンジンでいくらでも同期していけるって感じになってます。これ、シェアポイントオンラインのサイトのライブラリにはですね、同期っていうボタンがあるんですね。こっちにシェアポイントのサイトって作ってあったか。シェアポイント。ある。あるはずですね。デビスダ .sharepoint.com っていうなんか、悲劇。なんだこれ。はい。ですね。この辺でいいか。ドキュメントにしましょうか。ここにドキュメントライブラリがありますと。これシェアポイントオンラインのサイトのドキュメントライブラリですっていうことですね。で、ここにドキュメントライブラリがあるんですけど、ここに同期ボタンがあるんですね。なので、これ同期ボタンを押すと、ここですね。HCCJP という、
組織の、これアイコンが違いますよね。これあのシェアポイントオンラインのサイトから同期してきたぞっていう感じになってます。でこの中に Teams でファイル周りの操作っていうですね、こういう名前のサイト、これ実は、まあ、Teams から作ったやつなんですけど、はい、その Teams のチーム名イコールシェアポイントオンラインのサイトのサイト名、 Teams を見せましょうか。はい、これ Teams ですね。 Teams の中に、Teams でファイル周りの操作、作成、編集、保存、共有っていうですね、こういうチームがあって、その中にファイルっていうのがあって、この中にこう、まあファイルが置かれてますというのがあるんですけど、このチームを作った段階で、このシェアポイントオンラインのサイトが裏で実はできていて、で、ドキュメントの中のジェネラルっていうのが、まあこの一般に対応してるんですね。一般の中のファイル。で、このジェネラルっていうの中のこのファイル群っていうのが、まあ、これと一致してるわけですね。これとこれが完全に一緒。で、このドキュメントライブラリーを同期ってやると、このチーム名、チームサイト名、で、ジェネラルっていう、まあ、チャンネルですね。で、その中のファイルっていう構造で同期ができるという感じになってます。これが今一気に作ったのは、このシェアポイントオンラインのサイトのライブラリーを今同期したよっていうことになってるんですね。Teams 基本動作のファイル、これも同期ってここでやるんでしょうか。はい、同期やるとここに来るんですね。このサイト群はここでこのアイコンで組織名でまとまるって感じに同期される。これはワンドライブの個人領域、これはワンドライブフォービジネス、この個人の、うん、1アカウントの領域、組織アカウントの領域。難しいですね。エビスダ、マイシェアポイント .com、パーソナル、まさひこエビスダ、エビスダ .com。パーソナルっていうですね。まあ、これ、この左側は全体のエビスダ、マイシェアポイント .com っていう。なんですかね。まあ、これが、個人1アカウントごとにできるサイトみたいな感じになってるんですね。シェアポイントのサイトみたいな感じで。で、その中のワンドライブの領域です。で、それが、で、こっちの個人用のやつが、これと。うん、この、まあ、1、2、大きく3つですね。3種類のものがあるということですね。で、これと紐づいてるということです。うん、簡単に説明しようと思ったけど結構難くなっちゃいましたね。まあ伝わったでしょうか。うん。少し説明がいまいちだった気もしますが、まあでも実際に見てもらえるように説明したので、まあ概念としては分かりやすいかなというふうに思います。まあそもそも、この個人用アカウント、組織アカウント、シェアポイントオンラインのサイトのライブラリがあってそれぞれ同期してる。っていうことを理解されてない方いっぱいいらっしゃいますので、はい、そこを説明しましたというところですね。じゃあ今回はワンドライブについて説明しました。質問いただいて結構わからない感じで、いろいろ根本的な部分で誤解されているように感じたので、その部分を説明させてもらいました。まあ、もしよろしければですね、まあ、いいねボタンを押していただいて、チャンネル登録もしていただきながら、ぜひちょっと、こういうことがわからないんだけどって言ってもらえると私も動画を解説するネタになりますので、そういうところをいただけると、まあ、こんな感じで動画でも説明させてもらって、まあ、私もネタにもなるし、まあ、その必要とされてるところ、難しいところ、あ、理解難しいんだなっていうことがわかるとそこを解説すると誰かの役に立つんだなっていうふうに私も思いますので、はい。ぜひ、コメントとかですね、いただけるとありがたいです。で、もしもですね、詳しい方で私の説明の良くないところとか、私が誤解しているようなところとか、もしあれば、それを、まあコメントでも指摘いただければと思います。私もですね、この辺は、何でしょうね。誰かにちゃんと教えられたわけではないんです。自分でそうなんだろうなと思って、推測して、頭の中で勝手にこうだろうなと思ってるものを、
思い描いて、で実際に自分で操作してみたりとか、なんかアクションを起こしてみて、それが自分の中で持っているものと同じ結果になってるから、ああそうなんだなって、その考えを変えてないっていう感じなんだけどですね。もしかすると作ってる人からするととかですね、もっと詳しい方からすると、いやそれ実はねちょっと違うんだよっていうところがあるかもしれません。その場合にはぜひ教えてもらえればなというふうに思います。はい、じゃあこの動画はこれでおしまいにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。